なぜよりによって砂漠なんかを選んだのか。厳密に言えば、選んでなどいない。あの装置をどうやって動かしたか、自分にもよくわからない。かつて私が住んでいた島の宇宙ステーションのようなものが、突然ホログラム画像でいくつも表示し、選択を促されたのだ。ああ、なぜボタンに触れてしまったのだ。その時ホログラムは果てしなく続く砂漠を映し出していた。その結果、私はここにいる。そういう向こう見ずなところはいかにも私らしい。まあ、この機会を幸運と捉えて最大限に利用しよう。とにかく熱射病には注意しよう。狩りの腕がかなり鈍っていた。昔は狩りのエキスパートだったなんて口が裂けても言えないが、単に石で虫を潰す生活から卒業したと思っていたのだ。少なくとも私の努力は完全に報われた。予想通り、この巨大な緑の昆虫たちは飲むのに適した水を背中に蓄えている。そのことを神に感謝しよう。しかし、赤いやつを最初に殺さなくてよかった。あいつらは水ではなく原油を蓄えていた。喉がいくら渇いても油を飲むわけにはいかない。もし赤が最初だったら、その時点で諦めていただろう。だがいずれ水はなくなるかもしれない。移動は今でも徒歩だ。仲間も見つからない。アテナに会いたい。月が回ってきたようだ。今日また生存者たちの集団とばったり遭遇した。しかも驚いたことに、彼らは友好的だった。どういう風の吹き回しかはわからないが、最近は幸運続きだ。私をこの忌々しい砂漠に送り込んだことに対して、宇宙の意志が埋め合わせをしているのかもしれない。砂漠のキャラバンである彼らは、両手を広げて私を歓迎してくれた。彼らが乗り物にしているのは、非常に魅力的な生物だった。おそらく恐竜の一種だが、ラクダとも生物学的なつながりがあるように思える。しかし不思議な生き物だ。あれだけ奇妙奇烈だったあの島にも、こんなのはいなかった。彼らをじっくり観察してみたいが、まずは一眠りしてからだ。砂漠で命がけの暮らしをしてきたせいで、体中が悲鳴を上げている。あの島ではなくこのステーションに最初にたどり着いていたら、ここの生態系が自然の産物だとは一秒たりとも思わなかっただろう。例えばこのモレラトプスだ。彼らはケラトプスとモレラドンとラクダの交配種だが、最も奇妙なのは、背中のコブに栓を刺せば、清潔な飲料水を入手できるという点だ。味はまるで小便のようだが、安全かつ彼らの体にダメージを与えることもない。全くとんでもない生物だ。遺伝子操作が行われたのは間違いない。まあ、今更驚くことでもない。まず事実を認めて、次は理由を突き止めるべきだろう。この新たな観点からここの生物たちを研究すれば、答えは得られるはずだ。キャラバンの人々がエンドレスデューンズと呼んでいる場所を見せてもらった。それはこの地域を全方位から囲んでいる荒涼とした砂の海だった。実際はこの砂漠にも果てはあるのだろうが、無限と呼びたがるのも頷ける。地平線の果てまで続いていて、それはもちろん人工的な投射映像だと思われる。しかしそこは巨大な砂漠ミミズの生息地でもあり、彼らの縄張りに足を踏み入れたものは全て飲み込んでしまう。最初は笑い飛ばしていたが、後に電車くらいの大きな化け物が砂の中から飛び出し、野生のモレラトプスをむさぼり食う姿を目撃した。あれに気づかれることなく歩く方法を身につけるしかなさそうだ。あのデスワームというとんでもない生物にも役割があることが分かった。彼らは自然の障壁なのだ。もしこの地が自然界を模倣した宇宙ステーションなら、その中にいる野生生物と人間も自然に存在するように見せかけなければならない。以前の島には海があり、それが成り立っていた。だがこの砂漠では海の代わりにデスワームがいる。餌が少ない環境では大量の栄養を必要とする捕食動物の大部分は長くは持たず死に絶えてしまう。しかしここは人工的な世界であり、デスワームに餌を与えるのも、死んだら補充するのも、宇宙ステーションの管理者の思いのままだ。少し考えすぎかもしれないが、その可能性は十分あり得る。ここまでの事実をおさらいしよう。あの島と同じく、この砂漠も自然環境を装った宇宙ステーションだ。遺伝子操作によって作られた危険な生物が多数、そして必死で生き延びようとする人類が少数存在している。この環境は、人工的な領域と自然の障壁によって意図的に作られている。他の宇宙ステーションも同様であることが予想され、壮大なスケールで実施されている何らかの奇妙な実験であると考えられる。
つまり各ステーションは条件の異なる試験体として、続きは後にしよう。キャラバンの一人がたった今大慌てで戻ってきた。信じがたい話だが、岩が生きているなどと言っている。ティラノサウルスが雪の中をはしゃぐのは不条理の極みだと思っていた頃が懐かしい。昨日と比べればそれが当たり前のように思える。石膏が雄弁に言っていたように、岩は確かに生きていた。そして巨大な二足歩行のゴーレムの姿をしており、非常に攻撃的だった。それに襲われた時はショックで他の人たちと同じく逃げるように散ってしまった。死さえも覚悟した。だがその時、もっと滑稽なことが起きた。雷がゴーレムに直撃したのだ。だがそれは空から降ってきたものではなく、血まみれのドラゴンの口から発せられたものだったのだ。それからのことはよく覚えていない。恐怖と本能に支配されながらその後を過ごした。おかげで生き延びることができたが、私はまた一人になってしまった。今思い出したが、あのドラゴンにはライダーがいた。いや、二本足で立っていれば、正確にはワイバーンだ。とにかく、私は生きるために戦い、その意味を探し続ける。ライダーは見つからないようにうまく隠れていたが、あれは名言だったか。わからない。彼女が生きているかどうかも知らない。この砂漠ではその可能性は低い。しかし、あれだけの生物を飼いならしている様が彼女と重なるのは確かだ。彼女が私を見守ってくれていると空想してもいいだろう。実際、私たちは友達だった。よね。こういう時に友達がいればよかったな。違う意味で最高の友達を見つけた。この小さな毛玉を私は連れていくことにした。彼女はレノピラアンプレクサスという種だ。小さくて愛らしい草食動物で、私の知る限り、テイムしても特に役立つことはない。それでも彼女を放っておくことができなかった。ゴーレムやワイバーンとのいざこざで、自然の摂理に手を出さないという私の唯一の科学的信念はどこへ行ってしまったのだろうか。夜に彼女を抱いていれば凍えることもないし、そのおどけた仕草などは癒しになっている。そろそろ名前をつけてあげようかとも思っている。レノピラが役立つとは夢にも思わなかった。今朝、彼女が興奮した様子で飛び回っていて、落ち着かせようとなだめていたら、直後に雨が降り始めた。偶然だと思ったが、その後も飲み水を確保しようと外出していた時、彼女の様子が変だったため、念のためシェルターを確保した。その数分後に小雨は嵐に変わった。この因果関係を結論付けるにはまだ証拠が足りない。しかし、彼女に天候予知能力があるとすればありがたい。何のひねりもないけど、レーダーという名前はどうだろう。二日前にコーチを探す決断をしておいてよかった。そうでなければ、この開拓地を見つけることはなかった。自分の決断が幸運を招いたのはこれで二度目だ。こんな幸運に頼ってばかりいるわけにはいかない。しばらくはここで過ごしながら、次に向けて準備を整えよう。幸い、村人たちは労働の対価として物資と寝床を提供してくれる。これもまた幸運で、当たり前だと思わないようにしよう。島では、ロックウェルの名前で楽ができたが、ここでの私はただの見知らぬ人間だ。全員が私を信頼して手を貸してくれるわけではない。自分の力で生き延びなければならない。ある意味、一人で生きる方が楽なのかもしれない。少なくとも、これほどの手作業を強いられることはなかった。ああ、体中が痛い。レーダーみたいに愛嬌があれば、こんな重労働をせずに済んだのかもしれない。今や村全体が彼女の虜だ。ふわふわのお姫様のように甘やかされている。ロックウェルだったらこの事態を許さないだろう。学者にはそれ相応の礼儀を持って接しろと怒鳴り散らすだろう。彼が元気であることを願っている。この謎が解明された暁には、この島から抜け出す方法がわかり、昔のように二人でお茶でも飲みながら話し合えればいいな。最後に発砲したのはいつだったか頭では思い出せないが、体はよく覚えている。師匠は、私が射程圏内にいても脅威ではないと言っていた。私は平和主義者ではない。死と暴力は生きることの一部で、自然の摂理だ。それでも銃には少しばかり違和感がある。人を撃つという行為は間違っていると本能的に感じる。島ではあのニューレギオンさえ撃つことができなかった。しかし、そうも言っていられない。村の住民は私を歓迎し、許容してくれている。彼らのためには訓練をしなければならない。想像よりも早く私の射撃技術を披露することになるかもしれない。
狩猟チームがこちらへ巨大カマキリの群れが向かっていると報告してきた。そう、巨大カマキリ。直接見たわけではないが、村人たちの間ではこの話題で持ちきりだ。彼らによると、この昆虫たちは武器や道具を巧みに扱う小さな手を持っているらしい。正気とは思えない話だが、巨大カマキリという時点で、もはや現実離れしている。せめて食人の風習がないことを祈る。戦いを挑もうとする人間はいないし、今から逃げるにしても遅すぎる。通り過ぎてくれればいいが、カマキリがこの村を通過するとは根拠のない私の希望であり、皆が翌朝を迎えることができないと考えていただろう。あれだけの訓練を重ねたが、ライフルはいつもより重く、震える手の中にあるそれは違和感しかなかった。奴らは接近してきたが、幸い来訪者は他にもいた。接近するカマキリに上空から炎や電撃が降ってくると、村人たちは喜びの歓声を上げた。名前を叫ぶ者もいた。ワリガルアスワド。黒のローブで身を隠したそのライダーは、大喝采に応えることはなかった。迅速かつ効率的に、そのワイバーンの正体はカマキリの群れを一掃した。ワリガルアスワド。何としても会いたい。感謝を伝えたい。問いかける人によって、ワリアルアスワドは何者かという答えは変わる。村人の中には、困った時に現れる天からの守護者であると信じ、信仰に結びつけている人もいる。ワリがこの星の生命体ではないと確信している者さえいる。私に信仰心はない。私は経験したことしか信じない。つまり直接会うまではワリについて言えることは何もない。この村の親切、特にモレラトプスと物資を譲ってくれたことは忘れない。しかし私がここに来たのは答えを見つけるためなのだ。この砂漠で生き抜くための心構えや装備は以前とは比べ物にならない。モレラトプスに大量の水を確保させ、レーダーは天候を教えてくれる。唯一の恐怖は巨大な捕食者たち、それと巨大なゴーレムだ。自画自賛になるが、ここまで自分が築き上げたものには感心する。それなりに時間もかかった。もう何年も甘いものは口にしていないが、その方がダイエットには良い。でもやっぱり甘いものが恋しい。チョコレートをもう一度味わうためには、探索に数週間を要したが、ついにワリガルアスワドを見つけた。近づいていることは分かっていた。でも今朝宣伝岩層を見つけた時はそれを確信した。さらに午後には数頭のワイバーンと共にいる一人のライダーを発見した。ライダーは私のことをはっきり見ていた。なぜならその直後にワイバーンたちが私の頭上を旋回し始めたからだ。私は手を振って大声で挨拶をした。念のため名銀の名前も叫んでおいた。しかし返事はなく、そのまま飛んでいってしまった。ワリは社交的とは言えないようだが、このまま諦める私ではない。ああ、ワリが過酷な山を住処にしているとなぜ気づかなかった。昨日ワイバーンたちが頂上に降りたのを目撃した。そこから立った様子もない。面倒だが、あそこに住処があるのだろう。山道は私のモレラトプスには狭すぎるので、置いていくしかなかった。私が戻らなければ勝手に逃げてくれるだろう。登り始めたはいいが、想像以上に厳しい道のりになりそうだ。これだけ登っても腹筋が割れなかったら、切れるかもしれない。山頂にたどり着いた時、私がどのような歓迎を望んでいたかは覚えていないが、少なくとも笑い声ではなかった。しかし私が全身の力を抜き、この山に対するあらゆる暴言を吐き出した瞬間、彼女の笑い声が私の耳に鳴り響いた。ぼんやりとして老女の声だった。ワリガルアスワドは断じて守護天使ではなかった。彼女はこの哀れな場所を神がいかに見捨てたのかという見解を一蹴した。この件について私が触れない限り、彼女は何でも私の質問に答える気があるようだ。とはいえ、それは奇妙に感じられた。彼女に対して慎重になるべきだ。どうやら私から割を見つけたのではないみたいだ。彼女が私を見つけたのだ。ポータルの入り口ではそれなりの驚きを体験したが、どうやら出口にも同様の現象が発生していたようだ。割によると、ワイバーンからそれを見つけるのは容易で、その後私を尾行していたらしい。彼女がタイミングよく現れたのは偶然でも何でもなかったのだ。オベリスクやその守護者、あるいはこの砂漠が宇宙ステーションであることを話した時も、それほど驚いているようには見えなかった。私よりもこの世界を熟知しているのか、もしくはそれ以上の驚きを体験しているのだろうか。
空を飛ぶことが恋しかった。雲の上から見る日の出ほど美しいものはない。ワリがワイバーンの乗り方を教えてくれるようになったのは、会話が込み入りすぎた時に逃げるためだろう。だけどそれでいいんだ。見た目は異なるが、ワイバーンに乗るのはアルゲンタビスに乗るのと同様に快適だ。サドルがなくても気にならない。そのように設計されているのだろう。遺伝子操作によるものだろうと、彼らが壮大な生物であることに変わりはない。危険を伴うが、いつか野生のワイバーンを観察したい。そんな機会を逃すことは私にはできない。私がワイバーンを乗りこなせることを証明した結果、ワリはこの地域の見回りに同行させてくれた。私が知る限り、ワリはこの場所で長い時間を過ごしている。おそらくロックウェルよりも長い。すべての村や遺跡の歴史を知っている。南東の方角に大きな町があったようだが、いつしか消滅したらしい。細かい部分については未だに語ってくれないが、詮索を続けようと思う。その点でレーダーの存在は心強い。この毛玉が近くにいるときは割の機嫌も良い。彼女が一緒にいてくれてよかった。割から自然について勉強する時間を与えられたことは感謝しているが、彼女はそんな私を面白がっているだけのようにも思える。誰も読まないようなものを何時間も書いて何が楽しい。とも言われた。正直、返す言葉が思い浮かばない。確かに私の調査書は誰にも読まれないだろう。この場所に閉じ込められている限り、出版する術はない。書き始めた当初は、自然に対する愛がそこにはあった。今はどうだろう。もうこれは、私の存在意義なのだ。記すことによって、私が私でいられるのだ。先日信じられないことが起こった。ワリが砂漠でさまよう人影を見つけたのだが、それはなんとあのエドモンド・ロックウェルだった。知人との再会に私は思わず泣き出しそうになった。ロックウェルは私がネルバに捕らわれていると聞きつけ、私を解放するように彼と交渉するつもりだったようだ。そして洞窟へ入ると、ここへたどり着いたらしい。私のためにわざわざそこまでしてくれるなんて、なんて優しい人なのだろう。奇妙なことに、私のポータルが開く直前、ワリは彼女の縄張りから遠く離れたところでポータルが開くのを見たと言っている。おそらくそれはロックウェルのポータルだ。しかしワリが現場に到着するのが遅すぎたため、すでにロックウェルの痕跡は消えていた。ポータルは時間と空間を超えた移動を可能にするというのがロックウェルの立てた仮説だが、今私が一緒にいる人たちを見れば、それに賛成せざるを得ない。ロックウェルを見つけて以来、ワリはとても静かになった。二人の時間を与えてくれているのだろう。とはいえ、私たちがネルバの野心について話をしていた時、彼女は興味深いことを言っていた。この地を征服することは、この地が許さない、そう言っていた。彼女曰く、南東の大都市はオベリスクによって滅ぼされたということしか語らなかった。推測の域は出ないが、考えがいのある情報だ。このステーションの管理者が人類の行いを監視していて、真相に近づきすぎたものは罰せられるのだろうか。各ステーションがより大きな実験の各試験体だとして、人類の進歩がリセットされているという考え方は決して飛躍ではないと思う。そうだとしたらあまりにも末恐ろしい。ゾッとする。ロックウェルはいつ眠っているのだろうか。夜中に目を覚ますと、彼は火の明かりで奇妙な鉄のかけらを観察していた。どこかのトライブが土産として送ったものだろうが、見覚えのあるアーティファクトも持っていた。私はそれを割に見せるように言った。そして彼女はそれがここの唯一の守護者であると言った。彼女の知識からすれば、以前にオベリスクを起動したことがあると聞いても驚きはなかった。それどころか、彼女はあの獣すら倒した経験もあるようだ。守護者のアーティファクトを持っていれば、どうやらいつでもこの地を離れられるらしい。そろそろこことともお別れだ。割と会えないのは寂しいが、ロックウェルもそれを望んでいる。私たちをコントロールセンターまで連れ戻してくれるトランスポーターは、山のさらに南にある廃墟と化したところにある。南東の町同様、ワリはオベリスクによって破壊されたと思っている。私も情報がないわけではないので、それ以上の詮索はしなかった。ワリはその廃墟の話だけは口を割らない。南東の町に連れて行ってもらった時も必死で頼み込んだが、現地についても彼女は何もせずただ遠くを見つめているだけだった。わざわざ彼女の機嫌を損ねる必要はないだろう。これまでの彼女の貢献に敬意を表し、別の道を歩むことにしよう。
廃墟を通り抜けプラットフォームに無事に着いた私たちを見届けると、ワリは去っていった。あれだけ世話になっていたから、彼女がいなくなるのは悲しかった。お互い笑顔で別れられたのが唯一の救いだ。もちろんレーダーも同じだ。彼女を連れて行くことができないので、ワリに託すことにした。二人ならうまくいくだろう。ああ、また、ワリと書いてしまった。しかも二回も、癖というものはどうしようもない。ワリは彼女の本名じゃない。わかっていたのに、彼女はそれを訂正することはなかった。少なくとも今までは。とにかく、幸運を祈ってる、ライア。あなたに出会えて本当に良かった。